心安らいで生きるために、曹洞宗今日の心私の心。今日は島根県文殊院住職渡辺良岳さんのご縁と感謝というお話です。中秋の名月に行われたイベントに運営側として携わるご縁がありました。イベントの内容はヨガ、座禅、写経、食事と盛りだくさんでしたが、私は料理研究家の方と一緒に精進料理を作ることになりました。打ち合わせは曹洞宗の天祖教訓という食事についての教えに触れていくところから始まりました。その後、私が仏教の教えに基づいた精進料理のお膳を提案し、それを料理研究家の方にイベントのテーマである満月に合うようアレンジを加えていただき、献立が完成しました。ところで、大本山永平寺を開かれた道元禅師様は、若かりし頃真の仏道を求め中国に渡りました。入国の許可が下りるまで寧波校に滞在中、修行道場で調理場の指揮を取る天祖という役職の老僧と出会いました。その出会いこそが道元禅師様の仏道修行の概念を覆し、今日の曹洞宗において修行と食事が大切な関係で結ばれるきっかけとなりました。精進料理は野菜や大豆などが食材の中心となり、食材が限られている分調理や味付けが難しいものです。その中でいろいろな形に野菜を切り、食感を増やしたり、きれいに盛り付け視覚で味わってもらうことも食べる側を思う大切な工夫です。道元禅師様は天祖教訓の中で、すべからく同心を巡らして、時に従って改変し、大衆をして受遊し、安楽ならしむべしと説かれています。それは調理をするときは一生懸命に食材と向き合い、季節によって調理方法を変えながら食べる人の心が安らかになるよう心がけるべきであるという教えです。そして食べる側はまた、そのような作り手の工夫や苦労を思いながら感謝して丁寧に食べることを大切に、言うなればいただきますというご縁を大切にしなくてはなりません。人間が食事をする回数は1年で1000回を超えます。物があふれかえる現代社会だからこそ、今一度食事ができるまでのすべてのご縁に感謝しながら、いただきます、ごちそうさまでしたと心を込めて言いたいものです。島根県文殊院住職渡辺良岳さんのご縁と感謝というお話でした。続いてお知らせです。この番組のご意見ご感想を、郵便番号 683-0802 鳥取県米子市東福原 1-1-22-402 曹洞宗中国管区教化センターまでお便りをお寄せください。もしくは概要欄にありますメールアドレスまでお寄せください。お寄せいただいた方には、この番組の冊子今日の心私の心法話集を差し上げます。次回は島根県正源寺住職佐世光陽さんの雑草との共存に学ぶというお話です。この番組は曹洞宗中国管区教化センターがお送りしました。